シオン様、物質の回収完了いたしました。これからここは偉大なるシオン公国の拠点の一つとして機能することでしょう。榊さん、ありがとう。これでガンブレ学園を生徒会から解放する足がかりができたね。ジークシオン、本当に第ゼロ2ガンプラ部を占拠してしまいましたね。これでいいんでしょうか。まあ榊くんがいいんならいいんじゃないかな、多分。でもこれからどうしよっか。正直このまま生徒会室に突撃してもいいくらいの快進撃の気がするんだけど。さすがにそれは厳しいのでは。生徒会ラプラスネストは学園最強のチーム、それと戦うにはもう少し実績がないと。生徒会長に挑もうとしても実力不足とみなされると門前払いどころか学園追放という噂もあるくらいですから。そうなの？具体的にはどれくらいの実績があればいいのかな。ランキング一桁台とかでしょうか。ちなみに私がランキング10位だ。その上となるとかなり狭き門だね。なんとかラプラスの盾のリーダーに決闘を挑むか、あるいはエアブラッシュオブゼータあたりか。それってチース、イオリンいる？また面倒なのが。誰かね君は。何の許可があってこのシオン公国第二支部に入ってきた。シオ、ここって第ゼロ2ガンプラ部じゃん。ようこそ。はじめまして、シオンだよ。もしかしてあなたもシオン公国の新民になりたいの？おお、もしかして今噂のシオン公国のシーちゃん。うわー、こんな近くで見るの初めてだし。私はイオリンの心の友チナツです。チナチって呼んでね。よろしく。いつ心の友になったのよ。よろしくね、チナチ。それでどうしたの？その様子だと何か悩みがあるんだよね。何それ、シーちゃんってばニュータイプなの？そうそう、実は相談があってさ。私ガンプラとかデコるの超好きなの。けど最近文句つけて塗装用の備品を独占してるチームがあって、名前はもしかしてエアブラシオブゼータ？そう、それ。私のデコプラに文句ばっか言って道具とか使わせないようにしてくんの。ほんとひどい話。私は派手にデコりたいのに。それってグッドタイミング。シオンたちもこれからそのチームにバトルを申し込むつもりだったの。だったっけ。まあ大筋では。安心して、チナチー。シオンたちは必ずチナチーがガンプラを好きにデコれるようにしてあげるね、大佐。ジークッション、ジークッション。よし、それじゃエアブラシオブゼータの部室に出発。何このノリ。慣れなさい、じゃないと苦しむだけよ。まああなたはもう半分ぐらい順応してたけど。お待たせ、シオンが会いに来たよ。なんだ、僕は今パーツのウェザリング作業で忙しいんだ。用事なら後に。って大空寺シオンじゃん。なんでうちの部室に。あなたがエアブラシオブゼータのリーダーの白いマスミさんね。ちょっとお話があるの。あ、学園のアイドルが僕に話。それってもしかして。チナチーのデコリ塗装を認めてあげてください。は？わお、直球。話ってそれだけ？めくるめくバラ色の展開は？この高なる鼓動は？シオンはみんなのシオンだから、そういう展開はちょっとないかなって。くそー、僕の順調が丁重にお断りされたのが余計に鼻が立つ。こ
この胸に燃え盛る何か発散しなければ収まらないぞ。あ、ならガンプラバトルよ、白井さん。シオンと大佐があなたの目を生徒会という悪夢から覚まさせてあげる。もう覚めたよ、勘違いの恋心っていう甘い夢からな。この恨み晴さでおくべきか。激しくぶつかり合う生徒会派エアーブラッシュオブデータとサイドゼロの熱いバトルのはずですが、白いマスに支援の炎が燃えているようにも見えます。何はともあれこのコーカード、放送部部長たるこの尺のリンコが見逃すはずがありません。生徒会派と改革派、この両派のバトルの行方は、そして暗躍するシオン公国の正体とは、謎が謎を呼ぶガンプラバトル、レディーゴの秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。見えてきた。さあバトル開始です。実況は私尺のリンコが務めさせていただきます。大宮寺シオン、みんなの笑顔のために行きます。第三勢力の討伐クエスト開始です。さあどちらがより多くのターゲットを仕留めることができるのか。ねえ大佐はどんなクエストが好き？え、真面目にやる。はい、ちゃんと後で教えてね。そこ、どこだ。そこ、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。
トルパイロットは果たして現れるのか。塗装しがいがありそうなモビルアーマーだが、今はバトル中だ。破壊あるのみ。どこからでも来い。近づくやつはみんな僕が塗装し直してやる。ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。高ポイントのクエストを譲ってなるものか。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。なんだと。僕のガンプラ塗装道も恋も。どうしてバトルに負けたら塗装道が。僕らはこの学園に高度な塗装技術を広めたかった。語り合う仲間が欲しかったけれど、何の後ろ盾もない僕らに世間は厳しかった。僕らが熱弁を振るうほど生徒たちは離れていった。だから僕は考えた。今の学園を支配するランキング制、その上位に与えられる生徒会特権、それさえあれば塗装道を学園中に広められる。だが生徒会からバトルに実用的でない塗装は禁止と釘を刺され、せめてリアル思考ならいいだろうとおしゃれ塗装を禁止してきたというのに、その上生徒会は負けを許さない。エアブラシオブゼータの特権はすぐに剥奪されてしまうだろう。それならシオンが応援してあげる。え？シオンは専門外だから詳しくはわからないけど、白井さんのガンプラが綺麗に塗られているのはわかるの。そんな人が悪い人なわけないもん。だからシオンが応援してあげる。僕の塗装を理解してくれるのか。天使だ。僕は今猛烈に感動している。だから白井さんもシオン公国の一員としてシオンを応援して。きっとみんなが笑える学園に変えてみせるから。だってシオンのシオン公国の目的は、シオンが総統になって誰もが平等で争いのない笑顔のあふれる学園を築くことなんだから。ジークシオン。またこの流れ。というか森田くんまでいつの間に。いいじゃん、面白くってさ。私もシオン広告に入っちゃおうかな。ジークシオン。みんなありがとう。
絶対やり遂げるからね。あの光景もすっかり見慣れてしまいましたね。だんだんとこの学園も変わってきてるみたいだね。まあ予想外の変わり方ではあるけど、でもみんな楽しそうです。さて今日はもうこんな時間だし解散にしましょうか。みんなそれぞれで生徒会攻略の準備もあるだろうし。そうですね、たまにはそれもいいかもです。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。突然のメールごめんね。実は大佐に話しておきたいことがあるの。第08ガンプラ部部室で待ってます。あ、来た来た、待ってたんだよ大佐。突然呼び出しちゃってごめんね。忙しくなかった？よかった。一番の中心に迷惑をかけるなんてシオン公国の総統として失格だもんね。あなたのおかげでシオン公国はとっても大きくなったの。いつでもどこでも楽しそうな新民の声が聞けて、シオン今とっても嬉しい。まあどこにいてもみんながついてきちゃうからプライベートは合ってないようなものだけど、ちょっと落ち着かないかな。でもでもみんなが笑顔ならそれはいいことだよね。ただこうして大佐と話す時間が減っちゃったなとは思ってるな。だから今日は無理を言ってプライベートな時間を作っちゃった。学園のアイドルじゃなくてただのシオンとして。だから大佐、久しぶりにミッションしましょう。初めて会ったあの時みたいに。